になにです。今日は喋る前に飲む、喋る前に飲む、喋る前に飲むと思わせてて飲む前に喋るみたいな日です。まあ、他の YouTuber がサブチャンで上げてそうなぬるい動画をね、こっちはメインで上げていくんだよ。じゃあなんでかっていうと、サブチャンが存在しねえから。早速今日の本題に入るっちゃけどさ、私最近ちょっと悩みみたいなのが一つあって、それがさ、 YouTuber ってどこで異性と出会えばいいのか問題。まあ、これなんですよ。私みたいなのがさ、 YouTuber って自称していいのかもんかって話はそっからなんだけど、けどさ、みんな忘れとるやろうけ言うけどさ、私一応あのウームに所属してるんですよ。はい、飲んでいいですか。いただきます。うまい。本当はね、スタバを買おうと思ったんだけど、もうこれもったいないじゃないですか。だからまあこれで、あの、済ましました。コンビニのね、近くのコンビニでこれ買ってって感じにしました。はい、節約アピール完了。いや、みんな絶対忘れとると思ったね、私がウームに所属しとること。てか多分私がウーム入っとったこと知らん人めっちゃおるやろし。まあやけんが、今のところ私の肩書きっていうかさ、まあ人からさ、何してるんですかって聞かれたら、まあ、YouTuber とかさ、インフルエンサーっていう答えになるんですよね。でさ、私は今回もう本当になんか謎なんですよ。その、YouTuber とかインフルエンサーの人ってマジで普段どこで異性と出会ってんのかって話。なんかさ、私の偏見よ、私の偏見けど、なんか YouTuber とかインフルエンサーとかなんか遊んでるイメージあるじゃないですか。いやらしい話、なんか絶対遊んでるでしょあいつら。でもさ、そう、クリーンなイメージでやってる YouTuber とかどうやって遊んでんのかマジでね、あの、気になるんですよ。思わ？どうやってみんなさ、そんなさ、バレんようにさ、遊んでるわけ？煩悩も煩悩。マジでね、異性との出会い方っていうか、異性と出会う手段が私マジでなくて困ってるんですよ。だから今日はあの、今後の私のためにそういう話をするってだけの動画。はい。皆さん聞いてください。皆さん、勉強とかしてる間、ご飯食べてる間、メイクしてる間にこれを流してください。はい、お願いします。まあ、まず手段として1個目がその、同業同士で出会う。まあ、これですよね。多分このケースってインフルエンサーとか、まあ、YouTuber の人に多いと思うんですよ。普通はね。普通はね。だってさ、よく聞くじゃないですか、その、え、あの人とあの人付き合ってたんですか、え、そうなんすか、ちょっとみたいな。まあそりゃね、あの、他の YouTuber さんとか見てたらすごい、あの、コラボとかしてるから、まあ、そこで出会っていい感じになるみたいなの分かりますよ。コラボして意気投合して、あれあれ、なんか変な気持ちになってきた、え、これって、え、あの、なんか変な気持ちになってきたんすけど、僕もっすよ、え、あなたも変な気持ちですか、ああ、僕も変な気持ちっすよ。え、じゃあ、お願いします、みたいな。そういう展開になるのかもしんないっすね。いや、私見てみ。今んとこ人脈皆無。唯一自分が自慢できるのは、インスタとツイッターで、あの、パーカーさんと相互なことだけ。私、YouTube もう2年半やってますよ。YouTube 歴2年半にして、誰かとコラボした回数、ゼロ。え、でも別にいいんすよ。別になんか自分はなんかもう、なんかこのスタイルがいいな、みたいな。ということでね、今のところ自分はあの、その YouTuber とかインフルエンサーとかそこら辺の界隈とあの、人脈が皆無なんで、インフルエンサー同士で出会うっていう選択肢がもう一切ない。で、他はなんかあるかな、出会い方。あ、出会い系アプリとかさ、マッチングアプリ。まずさ、何の接点もない赤の他人同士があれって多分出会うわけじゃないですか。だって知らないでしょ？その人と会うときさ、その人のこと全く知らない状態で会うわけじゃないですか。だからさ、良くも悪くも相手に対しての信頼と信用がゼロじゃん。信頼と信用がゼロな分、それがあの、プラスに動くときとマイナスに動くとき、まあ、それぞれあると思うんだけど。で、私がもしこれからあの、マッチングアプリを始めたとしてさ、それでいざ人と会おうってなったときにマイナスに動くこと、それが相手が私のことを知ってる時、まあ、知ってる場合なんすよ。いや、多分さ、私のこの今の発言も聞いてさ、は？お前そんな知名度ないっちゃいけん、気づかれんってないよ、お前。どうしようもない、いけんな。お前そんなあんま知られてなんて言ってね、思う人もおるかもしれんけど、そりゃ知られてないって。けど長崎ってなると他の地域に比べて私のことを知ってくれてる人が多いけんが、もう長崎でマッチングアプリとか出会い系アプリをするってなると視聴者の人と会う確率って高いんですよ。だけどそれが怖いっすさ。あ、てかさ、言っていいですか？全然関係ない話しますけど、この間私友達と二人で歩き寄ったっすね。そしたらその高校卒業したてぐらいの男の子、まあ、6人組ぐらいがおってから、で、私たちとこのすれ違う時にさ、にだにってね、言ってきたわけよ、誰かが。なんか、私の名前だけ呼んできたさね。だけど私もさ、あ、視聴者の方かなと思って。で、視聴者の方からそんなね、声かけてもらえるなんて、なんか、嬉しい限りじゃないですか。だからね、こうやってここ、微笑みも作ってさ、こうやってやられてて、はい、みたいな感じで、結構振り向いたんですよね。そしたら無視。無視っすよ。
やねえ、いやこれちょっとさどうなの。残ったのは私の微笑みと気まずそうな友達の顔と強い風、この3つ。あと花粉やね。まあいいけどさ、多分あれでしょ、高校卒業してまあ髪の毛もなんかちょっと染めちゃったりとかなんかして、でなんかもう俺らこれから大人だぜみたいな感じでね、まあちょっと調子乗ってたんじゃないですかね。はい、まあそれでね、はい、まあ私たまたま知ってたから、なんかあいつおるしみたいな、あいつおるけんまあ声かけてやるぞ、何だね面白い、あいつもこっち振り向いてるしみたいな感じでね、あバカにしたかったんでしょうね。はいはいはい、まあいいっすよ、もう髪色も似合ってたし。いや声かけてくれるのかくれないのかどっちやと思ってさ、もうこっちもなんかもう笑いながらせっかく微笑みをしてさ、あありがとうございますって言う、もう気持ちも満々だったよ。は何お前って思ってさ、もう見たらさこっち無視して背向けてさ、友達とこっち向いてやんのみたいな感じでさ、ニヤニヤしやがって、なんか思い出すわ学生時代を。お前らどうせあれだろ、そんなことやってさ、実際はさプライベートでは優しいの。はい、すいません、話が脱線事故しました。まあそんな感じでね、もしマッチングアプリを始めてね、それでたまたま視聴者と会った時、まあそれが一番怖いんですよね。もしさ、あたってマッチした相手がさ視聴者だったとしてみ、そんなさもう絶対後々 Twitter とか TikTok にさらされる羽目になるじゃん。 YouTuber のニネと今日たまたまマッチして会ってきたんだけど、爪の白い部分少なすぎ、笑った、喋るなよ全然思んなかったし、なんかストローで飲み物ズズズズズって言わすし、速攻解散、その後プロ作したみたいなさ、そんな感じでさ、人をバカにした感じでさ、ネットって怖いってこと君らも知ってるはずなのに、そんな感じでネットに残すでしょ、うん、これだから大人って怖いんですよ。まあ他の出会い方はまああれですよね、その YouTuber とかインフルエンサーとかができることだと思うんですけど、その視聴者とつながる、これも一つの手よね。既読をつけないで見れるシステムっていうのがあるんで、基本的に私みんなからねいただいたインスタグラムとかツイッターでからね、ツイッターでいただいた DM とか、ごめんすいません、全部見てるんですよ。でちょっとこんなね下僕みたいな私でも、その男性から一日何件か DM とかいただくんですよ。マジ付き合いたいっすとか、自分はマジで似合いそうなこと言うと思ったんすよとかね、言っとくけど死ぬほど返したいっすよ、そんな DM。 なんかその変なトラブルとかが怖いので、DM は絶対に返さないようにしてるんですよ。でももう死にたいほど返したいっすよ。でも返したい気持ちを押し殺してありがとうって思ってるんですよ。でそうやってさ、何さんのことはマジ僕いいと思ってますよみたいな感じでね、DM してくれる人のプロフィールとか私すぐ飛んで見に行くんですよ。気をつけて、怖いでしょ、飛んで見に行ってかね。ほんでさ、インスタのプロフィール欄とかさ見たらさ、あのプロフィールのところにさ、その生まれた年とか自分の年齢とか書いてる子って多いじゃないですか。1998とか書いてるんですよ。は？1998？ 年上やないですか。え、一番いい年齢じゃん。え、じゃあ一旦土下座挟んでいいですか、自分みたいな。で投稿とかもさ、私鍵がついてなかったら全然覗き行きますから、でこう覗くとさ、その映るんですで、ちょっとエモい写真、後ろ姿でこう写ってる写真とかさ、映るんですでね撮ってて、それをさインスタに載せてんのさ、いやおしゃれだね君はと思って、他の投稿どれどれって見たら、うわうわうわスノボ行ってますやん、あ待って女の子いないかな、あ大丈夫やろうと思って言ってるね、浮気してないと思っていやもう自分のものになってんだけど、もうゲレンデが解けるほどの恋、いや君としたいですよって思いますけど DM は返せないんです。あとはね、男子高校生とかからも来るんですよ。にゃいさんマジ付き合いですみたいな感じでね、もうありがたいじゃないですか。でこう見に行くじゃないですか、そのプロフィールを。そしたらその〇〇高校サッカー部みたいな感じで書いてて、サッカー部、私学生時代サッカー部と本当縁もゆかりもなかったよ。サッカー部がもういたらなんか自分が視界に入ることが失礼かなって思って、すぐ隅に避けてたから、えもう自分がなんかそのサッカー部からそんなこと言われるなんて夢にも思わないじゃないですか、 YouTuber って本当になんか素晴らしいなとか思って。でまあこんな感じで本当に嬉しく思ってるんですけど、 DM は返せないんですよ。しかも私の YouTube のキャラ的に、その男性視聴者に DM とか返し始めたら、なんか本格的にマジで気持ち悪いなと思って。なんかストイックだよね、私。なんか頑張ってるよね、 YouTube のキャラを守るためにさ、その DM 返してないんだからさ、男の子たちからのさ。あでも私ね、そのごめんなさい、その怒る方もいるかもしれないですけど、女の子とかにはね何回か返したことあるんですよ。女の子、なんか女の子がすごいなんかもうしんどそうな悩みとかを抱えてる DM とか送ってきたら、もうどうしても答えてあげたくなる時があって、それはちょっと5回ぐらい返したことがある。ごめんなさい、ちょっと今いい人アピールしましたけど、え、でもね、基本的にはその DM って本当に誰にもお返ししてないんですよね。その今後自分がもうどうなってもいいってね、思ったら軽率に DM 返していきますんで。はい。2年半守ってきた、自分のルール、軽率に破るから。はい。もうキャラとかどうでもよくなったらね。なんかあるかな。
あれかな、その知り合いに私が YouTube やってることを知らん人を紹介してもらうとか。はい、これですね。まあこれはさ、知名度が上がってば上がっていけばいくほど難しいやん。けどまあ私はまだ全然大丈夫ですから、もう今出会うならここしかないですよ。でもその普段何やってらっしゃるんですかみたいな感じのことを聞かれた時に嘘をつかなきゃいけない。まあここが辛いですよね。けど私あのお店とかでさ、あの店員さんとかに時々あの普段何されてるんですかとかさ聞かれる時ってあるじゃないですか、学生さんとかさ。私その時さ、そのあのいつもさ、ああの編集業とかやってます、在宅ワーク在宅ワークって言ってますから、まあでもあながち嘘じゃないですかだね、あの嘘ついてないじゃないですか。だからまあこれであの強行突破しますよ。それで万が一じゃ あのすごいあのお互い気も合いますしお付き合いしましょうってなった時にさ、私が YouTube やっとることバレたらまずいから。それでさ、えねえ今永さんさ YouTube やってたのって言われたらどうすればいい。なんかめっちゃサイコパス顔して、あえやってたよ、だって編集業やってるって言ったじゃんって言えばいいか、ね、それでね、うん、あの惹かれてね、別れられるならまあそれまでの男だったってことっすよね。その YouTube やってるぐらいで惹かんでほしい。まあ惹くよね、でも私のチャンネル見たら。はあもう。でも私さ、絶対その好きな男の子とか気になる男の子とかとさ関わるってなったらさ、私絶対猫被るもん。絶対気持ち悪いこと一言も言わんよ。好きな色の話しかせんよ。そういう話しかせんけ、困るな。ボロダ3枚、なんか意図的にボロダ3枚いけんよ。私はまだ全然さ、登録者、まあ、20万ってさかなり多いよ、多いけどさ、まあ、もっと多い YouTuber の人ってめちゃめちゃたくさんいるじゃないですか。だから自分はまだ全然大丈夫だけどさ、やっぱ大変ですね YouTuber の人って。頑張ってほしいですね皆さんには今日はそういう動画ですよ。ゆるいね今日の動画。でもどうだろう、私今回結構動画長めに作れるんじゃないかな。これでね、うん、皆様の作業用とかの BGM になるかなと思うので、はい、ちょうどよかったですね。はい、もう切りますよ。いいっすか、私この後焼肉食べ行くんでさ。はい、じゃあみんなも普段どうやって人と出会ってるのか教えて。なんかもう人と出会ってる人すごいからね、とみんな幸せになれ。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから。チャンネル登録。